セレッソ大阪は4月1日の第6節で横浜 F マリノスと本拠地ヨドコウで戦う。昨年まで2年間、横浜に在籍した FW レオセアラ28は、これが初の古巣対戦になる。新加入の今季、ここまで公式戦7試合でゴールがない。リーグ戦では5試合、273分間に出場してきた。3月31日のオンライン取材に応じたブラジル人ストライカーは、楽しみなカード。横浜では素晴らしい2年間だったし、たくさん得点できた。今は C 大阪のために戦うことしか考えていない。初ゴールで勝利に貢献したい、と必勝を誓った。横浜での2年間は、21年に10得点を記録し、22年は11得点で優勝に貢献した。実力は証明済みだ。1勝2分け2敗の13位と開幕から出遅れた C 大阪だが、レオセアラと周囲の連携が改善されれば、チームの勝ち点は必然的に増えていく。小菊明夫監督、47、もこの日、レオセアラは人間的にも真面目で、チームの勝利のためだけに戦い、走ってくれる、と全幅の信頼を寄せ、逆にチームは、彼の良さを生かしてあげるのが大事、と、改めて連携面の大切さを説いた、横浜戦の C 大阪には心強いデータがある。J1 通算で18勝11分け17敗とほぼ互角だが、直近18試合では10勝7分け1敗と圧倒し、ホームでは12年以降は6勝3分けの無敗を誇るほど相性がいい。大阪市東住吉区にある長井公園は桜の名所。その公園内にある淀港には、当日は1万7000人以上の観客動員を見込んでいる。